Travel Japan。 はい、ヤフージャパンの大山様にお話を伺ってみたいと思います。ヤフージャパンですね、国内でもユーザーかなり多くいらっしゃるんですけれども、なかなかやっぱり20代とか10代20代っていう層が少ないんですね、実際は。なのでやっぱりこういう IT のリテラシーの高いお客様が集まるようなイベントに出れるっていう機会を今回いただきましたので、そういったユーザーさんにですね、今回訴求させていただいているヤフージャパンアプリっていうものをご利用いただければなと思いまして、参加させていただきました。ちょうど1年ぐらい前からですね、社内でもスマホファーストという言葉を掲げてですね、スマートフォンのサービスに特化したものというのに、力を入れて、サービスを作っています。なので引き続きですね、やはりスマートフォン、これから持つ人も増えてきますので、スマートフォンに特化したサービスに力を入れていきたいと思っています。ヤフージャパンではですね、ビジネスマン向けのアプリケーション、多数取り揃えておりますので、なかなか便利なのあるんだなっていうのは疑いの眼差しで、アクセスしてでも構いませんので、ぜひまずはアプリケーションをいろいろダウンロードしていただければと思っております。よろしくお願いします。はい、ヤフージャパンの大山様でした。ありがとうございました。